大学 TV ファッションチャンネル改めアートチャンネルの今回の企画は、東京都の武蔵野美術大学の高野台キャンパスで6月9日と10日の2日間で行われたオープンキャンパスの模様を取材してきました。数ある企画展示の中からアートチャンネルのメンバーが注目した5つの企画をご覧ください。それではどうぞ。まず最初に紹介するのは、日本画、油絵、彫刻の3学科の合同作品展示です。日本画学科の学生が制作した作品を広いフロアで3学科合同で展示を行っていました。中でもひときわ目立つ作品を発見しました。作者の油絵学科の法事戸さんにお話を伺いました。油絵学科の法事戸と言います。後ろの絵は一等級の高生たちが家路につくという絵を私が卒生の時に描きました。このオープンキャンパスの展示では、油絵学科は卒業制作や課題の中から教授が選んだものを展示しています。油絵学科は平面作品から立体、インスタレーションとかパフォーマンスとか、さまざまなことを教授たちがちゃんと評価してくれる場になっています。楽しいですよ。はい。続いては工芸工業デザイン学科のガラス工房を取材しました。学生たちが制作した作品などの展示ワークショップが行われていました。代表してアートチャンネルのメンバーの東いつき君と近藤のぞみさんがショットグラスに模様をつけるワークショップを体験しました。マーキングテープが巻き付けられたショットグラスに好きな模様を描き、サウンドブラストという砂を吹きつける機械を使ってガラスに模様をつけます。完成！うまくできたようです。ここで工芸工業デザイン学科の4年生の沢さんにお話を伺いました。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科ガラス専攻の沢です。今回ガラス専攻はワークショップで、ショットグラスにオリジナルの曇り模様をつけられるワークショップをやっています。グラフィックデザインもかっこいいですけど、工芸の分野も手を動かしたい人にはとても楽しいと思うので、ガラスを触ったことない人でもいろいろなものが作れます。ぜひガラス専攻に来てください。続いての企画は、空間演出デザイン学科が主催するファッションショー、黄金体験ゴールドエクスペリエンスの模様を取材してきました。ファッションショーだけではなく、ショーで流れる音にも空間演出としてのこだわりを感じました。代表者にお話を伺いました。空間演出デザイン学科3年生ファッションコースの鈴木と言います。今回のファッションショーのテーマは、過去の作品たち、過去の価値を現在の価値に置き換えて未来を作るという結構抽象的なテーマでやったんですけれども、過去から現代まで結構必要なものがやはり残ってきていて、やっぱ無駄のないものが残ってきているということで、そういうものを大切にしようというテーマで今回のファッションショーにしました。空間演出デザイン学科というところは結構、なぜか倍率は低くて人気がないんですけれども、やれることが非常に多く、教授陣もかなり素晴らしい方々が揃っていますし、入ってくる価値だけはあると思うんですけれども、そこで自分に妥協があるような人間は多分この学科に入ってきても何もできないままです。なので頑張ってください。次は映像学科のデジタルドラマの収録スタジオを取材しました。本格的な設備の整うこのスタジオでドラマ撮影の様子を体験できるようになっていました。みんな真剣な顔をして取り組んでいます。
映像学科の方に話が伺えたので聞いてみましょう。はい、武蔵野美術大学造形学部映像学科の後藤理一郎と申します。武蔵野美術大学の映像学科は、映画、アニメーション、ドラマ、写真、CG など、横断的にいろんな授業が受けられる学科になってます。今見てもらってるのはデジタルドラマっていう授業のセットの公開をやってて、このデジタルドラマの授業ではいろいろ泣いたり、まあ、笑いもあり、泣いたり笑ったりいろいろありますけれども、最終的にはみんな映像になった時にはそれも吹っ飛ぶくらいにすごく感動的な授業になると思うので、ぜひ映像学科に入学してください。続いては建築学科の主催するむさび建築ワークショップです。カラフルな立体が積み重なっているようですが、近づいてみるとなんと家のようになっています。ワークショップでミニチュアの部屋を作っているようですね。代表の方に建築学科について聞いてみましょう。武蔵野美術大学造形学部建築学科3年の豊田正義です。武蔵野美術大学の建築学科は、普段はさまざまな学校から出された設計課題をこなすんですが、今回は、オープンキャンパスということで、毎年武蔵野美術大学の建築学科はワークショップを行っているんですけれども、今年のワークショップは、設定が、近未来の東京ということで、未来の都市をみんなで設計しようという課題になってます。奥に見えますのが、スカイツリーで、手前に見えますのが、東京タワーなんですけど、あと他に立っているものっていうのは例えば都庁だとか、東京に立っているものがモチーフになってます。この箱物というか透明の容器を準備して、実際に来てもらった方々に、中の、県都市でできているこれですね、これを作ってもらって、このキットから作っていただいて、中に作った後に入れ込んでもらうというワークショップです。そうしますと、最初は透明だったんですけど、だんだんこの来てくださった方が作ってくれたもので、都市がだんだんと色づいていくというワークショップになってます。以上です。最後に広報の方にお話を伺いました。はい、広報入学センター西と申します。武蔵野美術大学は、熱意のある学生が集まって4年間過ごしています。10月には芸術祭もありますので、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。いかがでしたか。武蔵野美術大学は生徒の作りたいを叶えてくれる大学だと取材を通して感じました。この動画を通して興味を持った方はぜひ10月にある学園祭に参加してみてはいかがでしょうか。